これで俺は一人だ。どうした？まさかもう諦めたわけじゃないだろうな。あれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか。違うだろう。俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。かたくなだった俺の心を、いや、これまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。敵対していた者を、憎しみに包まれた者、他里を拒んでいた者も、痛みを抱えていた者もだ。あの美獣すらも、そして世界のわだかまりすら、お前は溶かしてきたんだ。なら、あとはたった一人だけだろう。頑固な友を助けることなどお前なら造作もない。そうだろう。なに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、仲間たちの意志が、力が足りないのなら皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト、こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとカッコ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きナルトだよ。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、再び立ち上がるんだ。目に炎を灯せ。おたけびをあげろ。さあ、サスケくんが待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために、前へ。ゴーダー。ナルト、まだだ、まだ行かせねえよ、サスケ。なんでだよ。何度も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 、なんでお前は、何なんだよお前は。お前は一体何なんだ。友達だ。だからお前を一人になんかしねえって言ってんだ。
てめえはこんなになってもまだそれを言うのかよ。もう分かったはずだ。俺はそっちに戻る気は。俺が諦める気がないのも分かってるはずだ。もうお前に何を言われてもこの意志は変わらねえよ。俺はお前に手を伸ばし続けてやるんだ。最後まで、届くまでな。俺の意志も変わらない。俺はお前を切る。これまでの道を終わらせるために。俺はお前を諦めねえ。これまでの道をずっとつなげておくために。お互いもう残された力は少ない。そう、これが本当に最後だ。お前も知ってんだろ。俺は昔里のみんなに嫌われてたこと。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えればお前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれない。それはいつも一人だった。けど同じような奴がいるって分かって嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、何でもできるお前が羨ましくて勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺がつながりを持てた。第7回で任務やってよ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからこれまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当に良かった。ナルト、お前が今さら何を言おうと俺は変わらねえ。俺はお前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところお前の選択は、俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらかだ。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。何なんだ、てめえは一体何がしてんだ。さっきの食らえんのか。やっとこう以前と同じように俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があん時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。違う、お前は変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だと昔は変わらないお前のその態度が。さあ
前も俺も最初から分かってたんだ。口にこそ出さねえけど、俺たちは友達なんだってことは。俺はお前をオロチマルに渡したくねえんだってばよ。なんでだ、何でそこまでして俺に。俺たちはやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。つながりか。だったそのつながりを俺は断ち切るまでだ。お前がいなければ、お前が最初からいなければ、俺は残念だったな。最初からお前のそばにいたのが俺で、俺ってばしつこいからな。お前が諦めるまで俺は諦めねえぞ。ワッロックゴー。お前はナルト。サスケ。この野郎。てめえ何しやがる。毎日すかしやがってムカつくんだってばよ、お前は。ああてめえこそいつもバカしやがって、目に入るだけで目障りなんだよ。へえ、お前は俺の真似できねえだろ。俺ってばすごい。レベルが低いんだよ、情けねえと思わないのか。ふん、全然思わないってばよ。お前こそいつもジメジメしやがって、見てるだけでイライラするんだってばよ。ああもっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だって。って言ってんだ俺。バカバカバカ。勝手に混乱しやがって意味わかんねえやつだな。
までの戦いを。